皆さんこんにちは、太郎です。本日は8月16日金曜日です。はい、ということでね、本日も田んぼにやってきております。でね、これから、はい、草刈り、またね、ウイングまで草刈りをするところなんですけれども、ちょっとね、はい、私のミスですね。ここね、五石角のところなんですけれども、あそこの田んぼね、こう来て五石角の入り口、こう来てあそこの田んぼまで買ってたんですが、何を思ったか、ここから上一回も買ってませんでした。はい、草がのびのびです。はい、まあまあそれはね、いいんですけれども、しょうがないというところなんですが、いやーね、ついに枯れ始めましたね。雨がね、全然降りませんけれども、もし今日ね、台風の地域、関東地方かな、関東から東北にかけては雨がね、台風の影響でかなり降ってるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それと打って変わって、我々の住んでいる宮崎県、はい、今日も快晴ということでね、もう稲にはもう水が取れない田んぼについてはね、朝露以外はもう当たらないといった状況です。ここね、ため池からもね、近くて水取り良さそうにね、これあそこののり面ため池ですけれども、近くて水取り良さそうに見えるんですが、意外と良くなくてですね、このため池下の五石角は、どうしようかな、もう来年からコシヒカリにしようかな。ただね、ここ白柿も島がいるので、あ、時間がかかるのでね、なんだろうな、まあ、そういう時間がかかる厄介な田んぼはね、もう夏の闇にしてたんですよね。作業が遅れても収穫はね、間に合うので、まあそう思ってたんですが、ここまで天候がね、ちょっと極端ですと枯れちゃいますね。もちろんね、コシヒカリ、早期のコシヒカリに合わせてね、まあ池の水も出水されますし、もうね、池はね、今干されてるはずですので、もうはい、用水としては全然ないような状況なんですよね。まあ毎年雨水にね、はい、まあちょっとね、助けられてたような感じはあるんですが、ちょっとここまで極端に降らないとね、もう1ヶ月ぐらい降ってないんじゃないかな。どうだ、コシヒカリの稲刈り前に1回だけ雨があって、はい、1回だけ雨があったので、コシヒカリの稲刈り前でしょ、もうね、3週間は降ってないな。だからもう1ヶ月近いんじゃないかな、降らずに。しかもその1回だけ雨だったので、その前も雨がなかったのでね、そう思うとちょっと、まあ、かなり水が足りてないなと、水が取れない田んぼについてはね、そういうところです。まあでも、もうしょうがないな。もうどうしようもないですもんね、お天道様のことばっかりは。多分ね、まあ、見ての通り枯れてるし、枯れてる上にあんまりなんかグワングワンしてないので、なんかな、あの穂がたわわにね、こうなってる感じがないので、中もスカスカなんじゃないかな。まあ昨日ね、あの水が溜まってる田んぼとかありましたが、入水してて、はい、まあああいう田んぼはいいんですけれどもね、ああいう田んぼもあるんですよ、もちろん。まあむしろああいう田んぼの方が多いんですけれども、まあここはね、まあこんな感じの田んぼが1丁ほどありますが、まあしょうがないかっていう感じですね。で、昨日ね、そんな時期稲刈り前に水入れて大丈夫なのとコメントいただきました。ありがとうございました。まあ一応ね、1週間とは言ってもあの田んぼから枯れ始めるわけではないっていうのと、これカピカピに干してありますので、まあ水切ってしまえばね、まあ、すぐ落ちるかなと、はい、いうところです。なので特段まあ心配はしておりません。はい、もう地面もしっかり固まっておりますし、そのね、バッキバキになっている地面に水が入っているような感じですね。まあ、なので、まあ特段問題はないのかな。まあ、まあまあ幅の広いクローラーも入ってますし、幅広タイプなのかは知りませんけれども、はい、そう思っております。ということで、今日もね、エンジンかけてウイングも頑張ってまいりましょう。エンジンかけます。そうね、どういうの、はい、今日もね、うるさいかと思いますが、よろしくお願いします。どうしようかな、このシワが枯れないな。まあね、まあこのね、
まあ、枯れるという状況ね。まあ去年の東北地方はこんな感じ、まあ、新潟県かはこんな感じだったのかな。ポンツクさん、私のね動画にコメントいただける新潟の米農家さんがいらっしゃいますが、ありがとうございます。もうねずっともうかれこれ私が2、300人の頃からね、もうほんと始めたてのね頃から応援をしていただいてますが、まあその方もねやっぱり去年かなり難儀されたみたいで、普通期作でなので9月頭頃が稲刈りなのかな。それでね梅雨明けから雨が降らなかったみたいでね、まあ、そういうなんだろうな灌漑システム、まあ、灌水するためのねそういうパイプラインとかね、そういったのが整っている地域なら問題ないんでしょうけれども、まあでも雨なしとなるとね、さすがにそういうもしパイプラインがあっても取水制限とかあるんじゃないかな。さすがにそこまで極端な、ね、天気だとね。まあ今ね雨降ってほしいなと思ってますが、去年のね米どころの状況はこれ以上だったんだなと思うとね、うわーと思いますよね。特にこの今私がやっているこの墓石閣の地区、まあ、ここに多いんですけれども、まあ、ここ以外でもちょこっとありますが、やっぱり田んぼがこのようになっているところはねちょっとちらほら出てきましたね。ここ最後に田植えしたんですけれども、稲刈りの順番も考えるべきかな。加工用米についてはね3等前までは品質を問われないので、もうちょっと品質がね落ちるリスクのある田んぼについては早めに入れ替えした方がいいのかなと思ったりねしております。
ルフをね真剣に頑張ろうって思ってた頃でもこのスコアはなかなか出ませんでした。かつね今日ね、まあ、この前よりスコアは良かったんですけれどもなんていうかあんまりねあなんか良くなかったなっていう印象なんですよね。練習もしていないのに生意気ですが、あなんか叩いたなとか思ってたんですけれども、あ竹が、やっぱ一回も草刈りしてなかったから竹もごついのが生えてるな。そうレッド、そうレッド、よっしゃ取れた。
近いんだけどね、なんか水取りが悪い。水は流れてるんですよ。なんか取りづらいんですよね。なんて言えばいいかな、うまく取れない、なんて言うのがいいんだろう。まあちょっと難しい、難しい、そんな感じかな。次はこっち行こうかな。あー、ここも大変そうだ。
地としてはまあまあいい田んぼなんですけどね、ここも。
漏れしてたみたいで、かつ水漏れしてる場所をね、結局最後まで特定できずに、草ネムじゃないな、なんだこれは、草ネムみたいなのもね。うわすごい根っこが、根っこが長い、根っこが長い。でも雑草はすごいですね、ほんとね。この栽培する作物と違って、もうモアかなと思ったんだけど、でもモアするにはまだちょっともったいないな。実もあるな。わやだ、なんで草に胸足長バチがいるの。刺されたら嫌なんだけどな。よいしょ、あっちの草に胸、ね、あー足長バチがいる、どうしよう。そうそうそう、あっち行って、行ってくれた、よかった。これに巣でも作ってるのかな。
今私落ちたんですよ。これか。だからたまらないはずだ。めっちゃ深い穴がある。なんだこれ。ほらすごい危な。いや道路で水が張らないはずだ。私のね靴のサイズくらいの穴が開いてました。だからか。でも目視できなかったんだけどな。やっぱり乾いたからかな。乾いて姿を現したような感じですね。うわどうしようかな。もう撮影は疲れたな。休憩も使いたい。この田んぼもすごいことになってますが、撮影はここで終了したと思います。一度水を飲もう。ということでね、まだ一度も草刈りをしてなかったという、まあこれは私のミスですけれども、そういった田んぼのね草刈りを今してまいりましたが、いやちょっとね悲しいですね本当ね。ここまでね、まあこの水、まあ、今の大穴は仕方ないけども、まあこんな田んぼだったりこんな枯れてる田んぼだったりね。いやーこういうの見るとあんまりちょっとやる気をなくしちゃいますよね。ちょっとね、だるってなりますが、よいしょ。ちょっとね今年は管理がゴテゴテになって、バルブ付きの田んぼがあるところでも草生やしちゃったりね、ちょっと谷地対策の浅水を失敗した感じですけれども、ちょっと悔しい一年になりましたね。まあ面積が増えたこととね、米価が上がったことで特段なんか収益が下がる、総収量が下がるということは特段なかったんですけれども、まあなんか悔しいですよね。はい、まあもう本当ね今年の反省はこのようにもう目に見えて出てますので、もうこれはね、もうなったものはなったんで、まあこれをね完封はできないと思ってます。もちろん来年もね何かしら出るでしょう。もちろんね来年はね涼しくなるとかそういう見込みもないですしね、雨が降るだろうとかいう見込みもないので、もうほんと自分でコントロールできる部分、それをいかにもっとよくできるかですよね。なので天候的な要素以外、あと天候的な要素でなってしまう胃もち以外、まあそういうね病気、まあ、カメムシとかそういう天候の問題で大発生するものは仕方ないので、まあ、やることをしっかりやることと、あとはねこの田植えのタイミングとかで、帰れそうなこと、まあ、そういうところでね、はい、もっと改善できそうな部分、そういったところに注目しながら、もうね自分でどうにかできることを頑張ろうと思います。どうにかできないことはどうにもできないのでね、水が取れない田んぼはね水が取れない、まあそれはもう当たり前の話なので、まあそういう田んぼではちょっと除草剤を増やすとかね、肥やしを減らすとかね、まあ、そういうことしながらね、ちょっとまた水持ちを良くするためのアプローチをどうするかとか、そういったことを考えながらちょっとねまた計画を立てていかなければなと思っておりますが、どうだろう、まあ、できる範囲で頑張ろうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。